かがだったでしょうか。はい。600回系。はい。はい。まあ、あんな感じで。あ、そうですね、あんな感じで。まあ、あんな感じで行ってね、まあ、アイター列でにはやっぱり及ばなかったけれども。ああ、うん。まあ、600回、お疲れ様でしたっていうことで、ね、そうですね。一つの区切りとして。はい。うん。さあ何やったんでしょう。そういえばさ、すっかりこれネタにするの忘れてたけど、はい、君バドミントンって、はい、何ですか？そもそも何をやろうと思ってバドミントンになったのかっていうので、僕なんとなく分かったんだよ、それで。ああ。なるほど、そういうことなのねっていう。君頭おかしいのかな。あそこでバドミントンというのは。違うんですよ。違うんですよ。もともと、正月じゃないですか。うん、じゃあ正月らしいこと、なんかないかな。たまたまちょっとこう歩いてたら、羽子板、あの羽付きをやろうかなと思ってたんですよ。はいはいはい、で、その時はあったんですね。うん、でも、さあ、実際に物を用意しようと思って、羽子板を探しに行ったら、どこにも売っていないっていう状況になりまして、うん、じゃあ、バドミントン。そこがおかしいんだよ、ね。まだ4月、1月5日ですよ。まあ、正月気分をあってもいいよ。はいはい、羽付きがあってもいいでしょう。はいはい、それで、羽根つきが見当たらなかったから、バドミントンっていうのは、それは、気のいいアヒルの次に、気の長いアヒルとかさ、はい、その、気の早いアヒルとかさ、はいはい、気悪いアヒルとかさ、はい、そのアヒルをずらさずに行くよりは、はい、じゃあ、それじゃなくて、君の場合それをまさにバドミントンにしちゃうってことは、はい、気のいいガチョウにしちゃう。そうですね。アヒルの方をずらしちゃダメだよね、はい、本来。方に行ってるよな。そうですね。その羽根つきだったらお正月だよ。はい。だけど、バドミントンは、羽根つきには違いないけれども、お正月からは離れますよね。離れますね。だったらまだ福笑いとか、はいはいはい、いろんな方向に行けたよな。はい。カルタとかさ。はい。お正月っていうところでは、はい、おかしいよな、その展開の仕方は。おかしいです。しかも君バドミントンさ、はい、羽根つき自体もそんなにカンカンと続くもんじゃないと思うんですよ、はい、いきなりやったって、はい、まだバドミントンなら少しはまあね、そんなパシュンってやらなければポンってやるぐらいだといけるかなと思ったけど、はい、一発目のポンを速攻で客席に落としました、ね、落としましたね。僕ラケットだけ渡されて、はい、何をしてよいものこれ殴ればいいんだろうかと。そうですね、うん、はい、慌てて夜桜大佐が終了っていうふうに早かったですね、うん、何よりも早い強制終了で、はい、だからみんなのその何ていうかな、何ていうかメールの中にもう、はい、一個もバドミントンで出てこない、出てこないです、出てこない、もう出てこないでいいです、出さないで。だからこそこの日刊芸術ではもう1年間絶対永遠に忘れないものとしてバドミントンをやめてください。もちろん2月4日の大好きオールナイトイベントでは、バドミントンをお届けいたしますので、えっ、あっ、真島大佐の枠では、はい、マジマチームになった方々、散々言ってやってください。そもそも何が間違ってるのかというところから言ってあげる。いい歓迎水。はい。美大生がこっそり美術館に。ポーランドの美大生、アンジェイさんが、警備員が別のところを見ている隙に自分の作品を現代ポーランド美術のコーナーに展示した。美術館の職員は3日間このいたずらに気がつかなかった。美術館側は警備上の不備があったとしているが、試み自体はウィットのある芸術的ハプニングと肯定的に受け止めているそうです。まあまあまあ、まあ、でもなんかそうできそうな気するよね、たまに。まあ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 、まあ、美術館とか行くと、はい、うん、これは灰皿なのか展示品なのかどっちなんだろうっていうことは、ね、はい、ギャグとしてはよくあるけれども、まさにそんな感じだったりするもんね、まあ、うん、美術館とかで、うん、結構手際いいですよね、この子。そうだね、まあ、確かにそうだよね、でも、まず飾られる努力をするよりも飾った方が早いっていう、はい、そういう考え方は必要だよ。そうですね。だって、はい、夢を叶えるように頑張るんだったら、はい、叶った状態にした方がいいわけさ。頭いいっていうか、うん、すごいですね、この発想の仕方が、うんうん、やったらわかるもん大体。まあこんな感じなんだなっていう、はいはい、あ、なるほどね、こういう風に飾られるんだみたいな、うん、じゃあもういっかっていう。ああ、うん、でもね、はいはい、
まあまあでもこうやって長年夢見てきたことが叶った瞬間ってなんとなくね、そういう、まあもちろんやったーって思うし、はい、やったと思おうという気持ちもすごく大きい。ああ、なるほど。やったと思わなければっていう気持ちも多いんだけど、はい、割とね、すぐ冷めやすいもの、ね、人間。なかなかその、ああ、この瞬間なのだから、もっと喜ばないとっていうふうに一生懸命自分を奮い立たせなきゃいけないっていう時は。奮い立たせてまで。うん、はい。僕もなんだかんだ言って、そういえば、わざわざ、大学に銅像を作りましたんで、こっそり。え？前ちょっと言ったような気もするけどな。だからこの2巻になったら言ってるかな。昔、はい、学長の銅像があって、はいはい、で、わかんないかな、神はサイコロを振ったっていうようなさ、はい、番組があったりしてね、はい、っていうのであって、そのなんか鎧の衣装とかあったんだよ。うんうんうん、鎧の衣装とかをやってるバイトがあってさ、はいはいはい、でそれ持ってきてさまあ夕日とかだったら分かんないんだけど、はい、その 夕日に照らされてるちょっと銅像っぽく見えるんで、はい、それをつけて、はい、学長の横にこういう風に立って銅像として、現実か、うん、僕だったり僕の友達だったりして、はいはい、うん、写真とか残ってるかな。それで、はい、学長の隣に学生っていう銅像を作ってました。学生なんとか。っていうのをね。確かね、ちょうど、あれね、結構やったんだよ。1週間ぐらいやったんだよ。1週間ですか？ただ、その、日が落ちる時しかできないんで。ああ。明るい時だとね、さすがにわかる。ああ。日が落ちる、その、夕日に照らされてると、はい、本当に銅像なんだよ。そうなんですか？だから、知らないうちに銅像が2つになってるっていう。学長銅像の横に1個銅像ができてるっていう。よく見ると、学生って感じ。すごい。本当にいろんなことやってますね。いろいろやってますよ。いやー、すごいなー。だからそれに何をね、目的にしたのかが、いまだにちょっと、はい、まあ、七不思議を作りたいっていうのの一つだったんだけど、はいはい、七不思議の確か6つ目か、そこら。だからもう、だんだんね、ネタがなくなってきてるの。はいはい、5つぐらい作ってきてると、はいはい。6つ目ぐらいにそれやってるような気がする。うん、増える銅像っていう。少なくとも7つはやってるってことですね。もちろんやりました。7つは学長がズラだっていうやつなんだけど。7つ目が妙に、ね、植物的な七不思議の中では。新平さん。はい。元帥へお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。うん、そして、明けましておめでとうございます。また一歩おじさんの階段を登られましたね。元帥の一回り円熟味を増した活躍を本年も期待しております。はい、朝夕の冷え込みが厳しい時期です。栄養のあるものを食べて、体調崩さぬようお気をつけくださいませ。失礼します。お母さんか、君は。私のお母さんか。まあ、まだまだ親からの手紙が、そういえば、そう、はい、お母さんかって、本当にお母さんだっていう、はいはい、ありましたね。わざわざ黒崎が聞き取って、はい、ファックスかなんかで送ってもらったのかな、なんか、そうですね、やったみたいで。はい、ね、まあ、すごい感動的で、しかも、まあね、すごい感動的な音楽前流して、そうですね、ちょっと最後泣かせに入って、はいはい、僕の感想としては、ちょっと一瞬ね、やっぱり、昔のこととかをね、はい、その昔から本が好きで、はい、字が読めない頃から本ばかり読んでて、みたいな感じの、ちょっとうるっときそうになった瞬間に、はい、これからも頑張ってください。終わりかいって短っっていう。あっていうのがね。まあまあ、でもちょっといい線まで行ったんですね、じゃあ。いや、最初はね。最初は、なんかちょっとこれは、困ったなっていう。思ったんで、困った。短って。終わりかって。ああ。だからね、黒崎、もう、まあまあ、まあ、うちの母親も多分、素人ですから、その演出まではわからないと思うんで、だし、まあ、その、ポンと聞いただけじゃ、はい、だったらもう足しとけ。良さげなことを。ちょっと持っとけ。そんな、事実だけ聞き取って、はい、持っとけ、なんかそっか、ストーリーを。そしたら泣いたかもしんないだろう。ああ。ああ、惜しかったね。まあ、大人の階段登っていきますよ。そういう悪い大人になっていきますよ。ああ。はあ、大人の階段登る。ガラスの靴、シンデレラさん。あ、これでなんか。今週も歌いましたね。はい。あ、うん。それで繋がったね。シンデレラに。あ、そうですね。とクラッシュにも繋がって、はい、オールナイトイベントがクラッシュにも繋がったと。はい。うん、じゃあ、今年はスーツで。スーツの元帥で。お
いや別に日刊ゲースはずっとそうだ。そうですね。うん。でもちょっとスーツにしようかなって思ったのはちょっとだけ意味があって、はい、もうそろそろあんまりオーダーメイドのスーツって作ったことないわけじゃない。はい、うん、そのあまりスーツ着ない仕事なもんだから、はい、だけどちょっとオーダーメイドのスーツ欲しいよなっていう気が。して、まあ、数着作ろうかなと思ったんで、数着作ったらやっぱり普段着たいじゃない？そうですね。だから今年1年俺スーツで過ごそうかなっていう。おう、じゃあちょっと楽しみに、うん。ちょっと思ったわけです。まあもちろん、日刊ゲースでもまた披露いたしますと。そうですね。お相手はゲースこと、楠本修正と、マーシーこと、真島新太でした。また来週お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。